はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日はこちら LG のウルトラワイドモニター 34UM58P、 こちらをね、レビューしたいと思います。で、開封したりとかね、来た時の感想は動画にアップしてあるんだけども、あれからね、しばらく使い慣れての感想になります。で、いろんなね、レビューを見てると、このモニターはHDMI 入力が2個あるけども他のものがなくて、ウルトラワイドに要は対応してないと、ね、1920×1080 でしか表示ができないとかね、なんか変換器が回さないとできないとか、そんなレビューしてる人もいたけど、多分よっぽど古いんだろうね、システムがね、対応してないっていうか、そんなことありません。普通に HDMI ガチャンって挿して、視力からね、入力にピャンってやればね、もうそのまんま何にもしなくてもね、2500いくつだっけ、60だっか、かける1080ね、29対いくつだっけ、21対9の画面でこうして映すことができますね。それでね、まあ、そういう知識のない人は別にいいとして、その他のね、疑問などに答えたいと思います。まずはね、ここのライトね、ここにライトがあります。これはね、オンオフすることができます。で、通常ね、スリープモードだとパカパカするらしいです。で、おじいの場合はパソコンと連動のタップ使ってるんで、パソコンの電源を落とすとこのライト自体も消えてしまいます。だからね、全然気になりません。で、つけといた方がなんかちょっとかっこいいかなと思うんでね、目に飛び込んでくる明るさがないので、まあ、自分の場合はこうしてつけてます。で、あとね、外見なんだけど、すごいすっきりしてボタンがね、一個もないです。で、このデザインなんだけど、ほんとこれね、薄いんだよ、ものすごく。で、こうかまぼこみたいな形になってるんで、これね、ちょっとうまく見えないかもしれないけど、明るくすれば見えるかな、よいしょ、見える？かまぼこみたいになってるんで、物を置くことができません。なんでね、こういうウェブカメラなんかね、置くことができなくなっちゃったんで、ちょっと突っ張り棒買ってきてね、こういう風にして使ったりしてます。これがね、デルの今まで使ってた24インチのモニターなんだけど、厚みがね、全然違うんだね、めちゃめちゃ薄いんだよね。これだったら物に時計とかね、入れるの乗っけれたんだけど、もうそういうのは無理です。で、L字型のなんかステーでもつけようかなと思ったんだけど、後ろがまた後ろでこう R になってるんでちょっとね、そういうのも無理です。で、あとね、この周りにね、これ今撮影に残してみたんだけど、このビロビロがついてるんで、これは撮ろうね、これは撮った方がいいんですか、どうですかってなんかね、質問してる人もいたんだよねこれ保護してるやつだから、これは撮ろうね、本当ね。それで、ボタンが何もないけど、どうやって操作するのかっていうと、はい、このね、出っ張りの下をね、よく見てみましょう。ここここ、よいしょ、見える？よいしょ、ほら、ここに出っ張ってるボタンがあるでしょ。これ奥にカチャッとこうスイッチになって押すこともできるし、手前、奥側、で左、右に操作することができます。ジョイスティックみたいになってます。で、この下がこれだけ出っ張ってるんで、箱から出した時に組み立てる時に気をつけようね。ここ床にしちゃうとね、潰れちゃうからね、このボタンもスイッチも押しちゃうからね、ここはね、ほんと気をつけましょう。それでね、じゃあこのボタンがちょっとお見せすることができないけども、ボタン操作をするということで、ちょっとピントが合わない。よいしょ、ピンできた。ね。はい、じゃあここのスイッチをね、じゃあとりあえずね、よいしょ、電源カチンと。左右にすると、HDMI から音が来てるんで、ね、ボリュームの調整をすることができます。ただし、このモニターはスピーカーがついてないです。だから、ヘッドホン視力からね、スピーカーをつけるなりなんなりしないと、ここら辺にくっついてるんでね、後ろにね。で、あとはね、こうやって手前に押して、こうしてね、操作することができます。で、HDMI 入力が2個あるんで、よいしょ、これ、
右側を選ぶと、ほらこうしてね、あの上下でこうして選ぶことができます、入力をね。はい、続いて上ピクチャーモードを選びます。そうするとね、ユーザー設定、ブルーライト低減モード、フォト、シネマ、ね、FPS1、2、RTS とかね、ユーザー設定、ゲームとかね、ここら辺も選ぶことができます。はい、続きましてまたカチャってやって、今度は、ね、左側のね、メニューを出してみましょう。はい、これがね、メニューです。今、おじいさまにね、明るさ設定ね、0にしてます。明るすぎるから、とにかく。0でも明るい。で、この下のね、コントラスト、これをね、10にしてますね。それでこんなに明るいんだよね。もう、全開にしたらもう、目が潰れちゃうぐらい明るいからね。はい、で、続きましてね、その下、クイック設定の下はね、音量、入力、ね、画面サイズ、ワイドとあります。このね、画面サイズのこのワイドっていうのはね、これはもう元々ワイド画面なんでね、ここは選択することができません。強制ワイドになります。続きましてここね、画面になります。ピクチャーモードはユーザー設定で、あの画像調整、ゲーム機能調整とか、ここら辺がね、いろいろあります。ちょっと見てみましょう。画像調整の中を見てみましょう。はい、シャープネス50、ブラックレベル、ハイとかローとかね、ありますDFC とかね、なんかいろいろあります。はい、ゲーム機能設定を見てみましょう。はい、ブラックスタビライザーね、あとオート速度ね、ハイとかローとかね、調整することができますね。はい、でカラー調整のモードを見てみましょうね。ガンマとかなんかこう色温度とかね、RGB の調整とかね、なんかこういろいろあります。ここら辺のね、微調整するところができます。はい、では次にね、全般を見てみましょう。全般ね、言語日本語、スマートエネルギーセービング、エコモードだよね。で、電源 LED オン、ここをオフにするとライトが消えます。ここのね、これをオフにすることができます。で、自動スタンバイ機能ね、ここら辺もいろいろあります。はい、そんなところかな。こうやって使うことになります。じゃあね、よいしょっと、ピッと合おうかな、ピッと来い、ピッと来い。で、例えばウルトラワイドでフライトシミュレーションとかレースゲームなんかは、もう昔からほら3画面で遊ぶことを前提にいろいろ調整されてるものが多いんで、まあ、ほとんどのレースゲーム、ウルトラワイドを選ぶことができると思います。一部できないものもあるよ、確かにね。でも、まあ、大体有名どこのやつだったらね、対応してると思っていいと思います。はい、それじゃあ、実際にね、この画面をどうやって出してるのか、調整を見てみましょう。これはね、グリッドオートスポーツになります。このね、オプションエクストラ、ね、ポンと、まあ大体普通にもなってるんだけどね、このね、オプションのこのグラフィック、ね、ここのところでね、ビデオモードっていうのもあるんで、ここで選びましょう。2580×1080 になっております。で、フルスクリーン。で、これね、アスペクト比っていうのがあるんで、これがね、4対3、5対4とかね、16対9とかね、16対10とか、まあ大体画面がね、このようにこう変化していきます。こうしてね、ほら。で、ここのところはね、何選ぶかというと、自動で OK です。自動です。自動ね。はい、じゃあこれで一回戻ってみましょうね。はい、じゃあね、ちょっと軽くね、見てみる。シュッとね、まあ何でもいいから、まあとりあえずじゃあ、ああ失敗、よいしょよいしょ。オープンホイールが楽でいいからね。はい、これでいいや、これで使えるかな。よいしょ、ブンブン。ちょっと片手だとね、どこまでできるかわかんないんだけど、シフトアップシフトダウンでね、ブレーキ、ブレーキだ、こっちがアクセル、ブレーキがこっちの裏なんでね、片手だとちょっと難しいんだけどね、
一応臨場感だけでもねお楽しみください。ブーン。よし、スタートして、ブンブンブン。もうねレースゲームのね延滞がどうのこうのったかっていうのは全く気にならないよ本当に。どっちかというとこのねあのワイヤレス の, あのこっちの方を心配した方がいいよ。あ、ゲームの設定くれちゃったみたい。オートマになってる。ちょっと待って、なんでオートマになってんの。おじいは触ってないよね、マニュアルでいつも遊んでるのに、ね、はい、ギアが変わらなくなっちゃいましたね、壊れたみたいです。よし、なんでかな。一番最後に遊んだ設定が残ってくれてないのかな、このゲームってね。昨日の夜まで遊んでて、マニュアルでずっとこのゲーム始めてから遊んでるんだけど、オートマチックになったの初めて。このゲームを改めてインストールしてね遊んでから、なんでこうなっちゃったんだろうね。まあ、たまにこっちの方のソフトの方の不具合の方があるのかもしれないね。なんで変わっちゃうんだろう。コントローラー、シフトアップシフトダウン OK だもんね。ね、あ、ここがなんかこう変わっちゃったんかね、エディットコントロールってね、データが勝手に改ざんされてしまうみたいです、ね、気をつけようねこのゲームね。はい、そういうことでね、レースゲームやるにはね臨場感たっぷりです。これはでもね本当にね謎だよね。昨日の夜まではちゃんと遊んでたんだよ、ずっと長い間ねこれ遊んでるんで、もうちょっとでオープンホイールクリアするんでね、僕も起動すればそのセッティングでずっと遊べてたんだけど、なぜか知らないけど今ギアが変わんなくなってる。不思議だね。はい、そういうことでね、まあ、その謎は後で解明したいと思います。ウルトラワイドの画面だとね楽しいよっていうことでした、ね、おじいでした、またねー。